Leave your memes on the subreddit, you fucking weebs. Then I'll give you as a clue. Come in the next episode of Lullaby. していきたいと思うんですが、まずルーナ、このね、レディットって知ってます？レディット見たことはあるのだよ。 She knows Reddit! She knows! 見たことある？どうでした？なんか変な絵がいっぱい載ってるなと思ってたのな。She saw weird pictures everywhere. That's Reddit! そうなんです。それが Reddit なんですね。で、Reddit にはですね、実は日々、ホロライブのね、クソ投稿、つまり、シットポストがね、貼られているっていうのは、ルーナもしかして知らない？ご存じない？知らないのだね。シットポストって何なのだ？ She doesn't know what a shit post is! シットポストというのは、シットっていうのはね、これ英語なんですけど、日本語に訳すと、これルーナぜひね、今日英語の勉強ね、覚えておいてください。シットっていうのは、クソ。クソシットクソ。そう、ポストっていうのは投稿。投稿。つまり、クソみたいな投稿のことなんですね。クソをこれから見ていくってことなのね。そうなんです。これから見せるのはね、1時間ね、たっぷりのクソをお届けするんで。ルーナちょっと耐えてくださいね。楽しみなのだ。シットポスト、プリーズ。シットポスト、プリーズ。だね。Reddit っていう場所にはね、実はホロライブの公式ページがありまして、海外のファンたちが毎日のようにクソみたいなコラ画像とか作ってるっていう、そこをね、もう皆さんにも見せたくてっていうね、このシットポストレビューなんですが、まず、これ見てくださいよ、ルーナ。実は私ね、このシットポスト、毎週、先週とかその前の週ちょっとお休みしちゃったんですけど、それまでね、毎週やってたんですけど、毎週ゲストをお呼びしてね、やってたんですけど、これね、実はゲストがね、ちょっと誰かなってみんなに毎週ね、今週のゲストは誰かなって、レディット民が楽しみにしてるんで、毎週私こうやってね、直前に出すんですよ。今週のゲスト誰だと思うって、この画像出すんですよ。おー、誰だろう、顔が見えねえの。顔が見えないから分かんないなのなんでしょ。これやっぱね、分かんないんでね、みんなこれでね、誰だろうって当てに来るんですよね、これ。でもルーナこれやっぱ分かんないっすよね。分かんない、頭は見えてるんだけど。誰ですかねこれ、ちょっとなんか。そうで、海外に行きゃね、やっぱ予想してね、こうやってね、もしかしてこれ、これね、ヤッホーなんじゃないかってね。もうやっぱねこうピンクだったの、髪の毛。髪の毛ピンクダメだろ、ヤゴ。知らなかった。染めたのか。乗るんじゃねえよ、私に。ざけんじゃねえよ、ヤゴ。なんか乗ってるし。乗るんじゃねえよ。Don't get on my back! Get out of there! おまじなてか、このヤゴのミーム素材、私初めて見たんですけど、みんなどっから見つけてきてんのこれ。なんか、あるのだね。どこにあるの？ Where did you find this meme material from this? ヤゴ、I've never seen him like this before. Is this really? Is this a class? これコラなのかな？コンバインだって。
なんかいつも同じ顔のやつはみんなのだけど、このパティは初めて見たのな。ですよね。まずどっから海外に行き、こんなの見つけてくるのかな。初見なんですけど、まず。この面でもわからんぞ、こんなの。知らないのな。やっぱ予想みんなね、わかんなかったみたいですね。やめ。残念。あ、じゃあ。違ったか。これね、ルーナ、一つお願いがあるんですけど。うん、次のミームに切り替えるときに私がパンパンって手を叩くんで、そしたら一緒に NEXT MEME って言ってくれます。 NEXT MEME、 そうなのな。お願いします。はい、 NEXT MEME、 やったー、 NEXT MEME。 お、ですげー、またか、これまた予想してんじゃないですか。またですげー予想。 OK、I hope they get it right this time. 今回は合ってるといいな。これ誰かな。誰？誰ですかね。まさかヤゴだった。いやー、これ、消えてる。これ確かに、これ惜しいですね、これ。惜しいね。髪の色似てっかな。Yeah, it's close. Orange hair and a pink hair. Yeah, it's close, guys. You guys did a good job this time. 惜しいのはね。今回はまあ、許してやってもいいんじゃないですかね、うん、これ。可愛いからね。これはまあ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 可愛いですし。プレティミーム。これ高盛りやんけ。結構綺麗に合わせてきたのこれ。そう、サイズがいい感じに。You guys did a good job with this. With this size of thing. 可愛いのな。But you guys got it wrong. でも違ったの、残念、残念。私たちなんですね。そうなのよ。When will you guys get it right, motherfuckers? たく、いつになったら当ててくれるんだ。ちゃんと当てられたことないの。ないのな、当てたことないの。一回もないのな。みんなもなんだって。みんなだからね、こう始まるまで知らないのな。それでは、まだまだだな。どんどん見ていきましょう。Next meme。Next meme。お？これは私ですね。うん。なんだ？ You ask Reddit for help with copyright free memes this week. これね、どういうことかと言いますと、まあ、このね、配信の中でミームって結構ね、皆さん投稿したやつ使わせていただいてるんですけど、まあ、著作権的にね、使うのが NG なやつがね、結構あるんですよ。コピーライトってね、著作権って意味なんですけど。コピーライト。うんうん、やっぱね、やっぱ、なんか、テレビ番組の一部とか使ってるミームは、やっぱここでできないじゃないですか。あ、そっかそっか。ねえねえねえ、だからそういうのはね、使えないよって言ったんですけど。うん、ね、そういうのはね、やっぱ、そういうの結構いっぱいあるんで、結構使えないくて、ちょっと先週とかね、ミームが足りなくて、配信できなかったんすよ。なのでね、コピーライト、著作権気をつけたミームが欲しいよって私言ったんですね。そしたら、You wake up to find Reddit flooding with memes! 起きたら、なんと、Reddit がミームまみれに。そうなの？ちょっと著作権か、大丈夫なやつ用意してねって言ったら、起きたらなんとミームまみれに。やったー、イエーイ。あー、何が来たんだ。だが None of them are funny. どれもクソつまんねえ。Most of them are still copyrighted. そしてほとんどのやつはまだすでに著作権的に NG である。海外日記？ダメやんけ。オーマイガッドなのな。なんでなのな。Sorry ません、メス会長さん。We ガンバトライド。ガンバトライドじゃねえよ。ガンバトライド。ガンバトライっていうのは頑張ったって意味ですね。まあ頑張った。私たち頑張った。そう、こいつらこいつらね、クソみたいな日本語で使ってくるんですよ、ルーナ。なんかミームがね、うん、日本日記にも分かりやすいの、分かりやすいようにってことでね、日本語訳をつけてくれるんですけど、それが全部ね、クソ翻訳すぎて、もう逆にそこで笑っちゃって、ネタが分かんないっていうね、非常事態が起きてんだよ、ルーナ。すげえ、どうにかしてこよ。どうなってんだ、海外日記。But you guys tried. You guys tried.Thus, we have this meme review this week today! Yay, yay, yay! なので、大丈夫です。 yeah, yeah, yeah. 考えなくてもいい。まず、ね、海外に来たちも結構ね、言ってたんですけど、ミームってね、捻出しようとすると、やっぱね、
あの頑張っ try とすればするほどやっぱね、あの無理やりすぎてあのつまんねえそういうものしかなくなるから自然の身に任せようぜっていう議論があのレディットで起きてて面白かったし、うん、自然に任せた方が面白い。どんな感じなの？無理やり作ろうとして作るものではないんですね、うん、あ、そう。 You just don't have to force it. Force yourself to make memes. Cause if you force it, it's not gonna be funny. funny. 大丈夫ですよね、あの自然に任せて作ってもらえばね、うん、ルーナどうせクソなんだから。どうせすごい、すごい扱いなのだ、レディットってそういう感じなのだね。 Yeah, it's shitty anyway, so don't try to force yourself. Don't. ね、そう思います。では次のミームいきましょう、うん、ネクスト、ネクスト、ネクストミーム。あ、おー、これはサブレディットユーザー Here's a meme、うん、サブレディット、レディットのね、サブレディットっていうのは、うん、ホロライブのレディットのホロライブのあの公式のことですね。おーおこれがミームですよ、どうぞ。いやー、これ私が This is copyrighted material. I need copyright free material for the next meme review. こう言ってるんですね。つまりあの、うん、まあコピーライト、さっきのネタと同じなんですけども、うん、あのコピーライトミームマテリアル、著作権的に NG のやつだからね、コピーライトフリー、フリー素材のやつが必要ですよ。うん、そしてサブレディット OK! Here's a meme! OK! 了解、ミームを作るぜ、うん、ででー、ミームゴミ。な、どういうこと？海岸日記の、どういうこと？海岸日記が全力で、私が呼びかけたのでね、全力で、よっしゃ、わかりました、ミームを作りますよって言ってね、あの、ミーム作ってくれたんですけど、結局ね、ゴミ箱行きのミームしか作ってないっていう。なんだ、クソだったの？もうダメだったの？We can but try. 見てられなの？ But you guys tried. 結局ね、結局ゴミっていうね。え？たでーん！ゴミ箱行き。ゴミ箱行きなの？ダメなの？いや、ダメだったんですね。ダメな、どこのラインで合格になるのだ？いやー、まあね、あの、著作権的にとりあえず NG だったら全部ゴミっすね。著作権ばっかだったのだか。やっぱね、あの、そういうの結構あるんですね。許可が取れればいいんですけど、なかなか取れないんですね。でも許可取れてるやつもあるんでね、そういうやつはね、積極的に使っていきたいと思います。それでは、ネクストミーム。海外に来たね、頑張るミームをね、結構作ってくれ。あ、これ次のやつはこれ、あの、動画みたいですよ。見てみましょう。動画？ There's a movie. Let's see it. あ、かわいい、かわいいね。海外に来たミーム建設。頑張ってミーム作ってるぞ。おー、なんか犬。見てみよう。マイオフィス。これ私のオフィス。オフィスが出てきた。レディー、ボス、レディーここ。おー。あ、マザーファッカーって書いてある。マザーファッカー出ました。うわ、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 うわ。ニャゴー。ニャゴーペスコ。こちらのミームでどうでしょうか。いや、ダメだね。お前ら、クソ日本語ミーム来たー！な、なぜ書いたんだよ、あれ、何上、兄。パンパン、ネクスミー、兄。クソ日本語。ルシアペタン。あ、これこれ、ルシア先輩ペタン。あ、怖っ。マネ先生がなんか。なんだこれはもうエンド、エンド、エンドですよ、エンド。クソですね、これ。何があったんだ、あ、何があったの。いや、これね、海外に来たちが、あの、海外に来ミーム建設つってね、配信、この配信に載せれるようにミームを頑張って、あ、これはね、コピーライト NG ですよ。わかんないやつ NG です。They're Wikipedia's humor! Humor! Wikipedia's humor を調べてる。ユーモアを調べた。調べた。調べて、やっぱユーモア頼むんだって学んでるんすね。Your memes, motherfucker! Hand them over! お前のミームだよ。出せ、こら！ねえ、見てた。ベストガール。もうね、ヤゴはベストガールじゃねえって言ってた。ベストガールってことは可愛いってこと？ヤゴを可愛いって思ったことなんて誰もないですよね、もう。なのだよー！クソ日本語ミーム！なんで？ネクストミーム！あとどういうミーンだよ。もうこれ全くわかんないです、このルーナ。よ、何言うへとか。何？いや、最初的に出したのがルシアペッタンミーム。まったく。
But I love ウーシアペッタンミームス。ウーシアパイセンがね、ペッタンコなミームは大好きですけどね。ペッタン、ペッタン、ペッタン。I love this movie! まあ頑張ってね。You guys are putting yourself in a lot of danger making memes and I love it! もう危険を犯しながらたくさんミーム作ってくれてるの大好きですから。I love it! すごいのだ。グレート、グレート、パーフェクト、エクセレント。ペッタンで落とすなというね、コメントが多いですが。では、NEXT ME! NEXT ME! あ、ん？ What? What? これは、イラストがね、私すごい好きなんで取り上げちゃいます。なんかルーナシュートされてるのな？あ、ルーナどことなのな？まあ、ルーナは私にとってはやっぱもうこういう扱いでいいのらってことなの。きっと海外に気にとっても。シュート、それとも高い高いしてもらってるのな？あ、これはですね、ルーナ、これはね、海外式の高い高いの。え、高い高いを英語で言うので、ぜひこれ覚えてってください。うん、高い高い in English is yeet! 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 発音できないのだ yeet! yeet! です yeet! 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 そうそう、これはね、高い高いっていう意味なんで、そう。これ高い高いされてるのね。そうそうそう。いいと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 。これぜひ使ってください。こうやってね、ポーンってね、優しさを込めて投げるっていうのね、いいって言うんで。優しさこもってるのはね。あ、こもってますよ。よかった。すごい高い。ガイス。大丈夫、ルーナ。このまま地面に落ちねえもん。大丈夫なの？これ、イートだから優しさなのら。Yeah, guys, she knows the word yeet now. She learned it. これでね、ルーナ、ぜひ自分の配信でもね、イートよく使ってくださいね。You a baby? No?No, baby! No, 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 no! She's a baby! 暴れてる！これはベイビーだ！No, no, 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 no! She's doing the no, no, that's a baby stuff, so he's a baby, QED. Luna, oh my god! But Luna, how old are you? いくつなの？ I'm 0 years old. She's a baby! 0 years old saying no, 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 that's a baby!No, sexy adult Luna! Sexy adult Luna? Yes. 解釈不一致ということで。I know!